ということで、今日はね、ジャニーズスタートエンターテインメントですね。で、今日は本当ね、いろんな話があってですね、例えばですね、山下くんのあの有名な元カノが話題になってるとか、そしてあとですね、滝沢くんの、まあ本当だったらですけどもね、これ、本当の話だったら、もうね、説明をですね、ちゃんとした方がいいレベルのかなりやばい話とか、あとですね、元フジテレビのアナウンサーがですね、暴露していたジャニーズの闇とかが再度注目って話とかですね。そして、そしながらですね、ついに共演 NG かみたいな話とかですね。そして、あとね、個人的にですね、一押しは、もうだいぶこれね、後半になっちゃうんですけれども、平成ジャンプの伊能くんが、もうね、伊能伝説やばいって話。これちょっとね、お気に入りですね。聞いてってほしいんですよね。まあ他にもちょっといろいろやっていきます。はい。じゃあ今日はね、いろんな話あるんで、興味ない話はね、飛ばしながらでいいんで、見ててください。はい。じゃあね、まず最初なんですけれども、なぜかこれが Yahoo のコメントランキングで1位になってたんで、一応紹介するんですけれども、まあこれね、1位になってなかったら多分ね、スルーしてたような、どうでもいいニュースなんですけれども、だからね、飛ばしたい人飛ばしてってください。これがですね、キンプリの2人がですね、デビュー6周年ってことで、打ち上げ花火をするイベントをやったんですけれども、これがね、やった場所がですね、山口県のキララ博記念公園ってところでやったらしくて、で、そこになんとですね、やっぱね、人気ってことで、3万人が来たと。で、そのイベントなんですけどね、8時半頃には普通にね、終わったらしいんですよね。ただこれが、その会場がですね、結構偏僻なところみたいで、そこからね、新幹線が乗れる新山口駅まで、そこからね、会場からですね、その駅まで、送迎バス用意してたんですけれども、ただそれがですね、まあ、渋滞とかね、いろんな理由で、うまくね、動かなかったと。それで、バスに乗るのがですね、まあ、最大ね、3時間待ちとかになったりとかして、それでですね、新山口駅に着いた時には、終電が終わっていて、で、新幹線にですね、乗れなかったりしたんですよね。で、それで、帰宅難民となった人が、1000人ぐらい出てですね、それがですね、駅とかで、そのまま一晩過ごしたっていう。で、それでですね、JR の人が水を配ったりとか、地べたにですね、ブルーシートを敷いてあげたりとかしたらしいんですよね。それで、今ですね、そのね、コンサートの運営が、批判する声っていうのが世間でね、すごい言われてるらしいんですよね。まあ、これ、ただですね、これね、会場に来た3万人ですけれども、こう来る人にですね、事前にそういったことになる可能性があるってアナウンスされてたそうなんですよね。それで開催ですから、だからみんなね、分かった上で来てんですよね。だから多分ね、この件を批判していいのは、おそらくね、まあ、ケアしてあげた JR の人だけだと思うんですよね。まあ、そんな感じの話でした。これはなんかすごいね、話題になってたんですよね。一応紹介でした。はい。そして、本題というかね、始めていくんですけれども、まずこれ、ここから行きましょう、これ。これちょっとね、話題というか、すごいね、ざわついてたんですよね。まあ、そうは言ってもこれね、3週間ぐらい前の番組なんですけれども、番組がですね、突然ですが、占ってもいいですかって番組なんですけれども、で、ここに、山下智久、ヤンピーですね。ヤンピーが出て、多分これね、ドラマのね、ブルーモーメントの番組宣伝だったと思うんですけれども、それで出演したと。で、そこで、当然これね、番組名が、突然ですが、占ってもいいですかなんで、占ってもらったと、山下くんが。で、そのね、占い師のですね、星ひとみさんが、恋愛について占ったらしいんですよね。ヤンピーの恋愛についてです。それで言ったのがですね、25歳と31歳、32歳、33歳くらいが良くない時期って言ったらしいんですよ。そしたらなんと、ヤンピーがなんとですね、25歳の時に確かに振られたかもって言ってしまうっていうね。で、それが原因で未だにね、ざわつきがあるそうなんですよ。で、これね、何かっていうと、僕もこれ聞いてですね、そらざわつくだろうって思ったのが何かっていうと、これちょっと読んでいきますね。これがですね、ネット上では山下を振った相手について議論されるまでもなく、北川景子だよねと指摘する声が数多く上がっていました。で、これね、まあ、そんな噂があったのかなと思ったら、まあ、そんなレベルじゃなくて、多分ね、僕も忘れてるだけだと思うんですけれども、もうね、噂レベルじゃなくて、こんな感じなんですよ。山下と北川は2009年7月期放送のドラマ、ブザービートで共演。その年の10月には、二人の焼肉デートが写真付きで報道されました。当時一部では、山下のファンだった北川が、明治大学商学部に入学した山下を追いかけて、同じ明治大学商学部に、翌年英語入試で入学した、とも言われ、二人は在学中から、仲が良かった、との噂もありました。山下が、北川とその母を交えた、三人で一緒にいるところも、写真付きで報道されることもありました。って感じなんですよ。すごいですね。お母さんも一緒に写った写真があるっていうね、すごいなっていうね。山下が北川とその母を交えて、3人で一緒にいるところの写真ってあるってね、すごいなっていうね、確定ですよね。だからね、25歳の時に振られたって発言をして、もうそれがですね、誰に振られたかっていうのは完全にですね、判明してるっていうね。もうそれはね、ざわつくだろうって感じですよね。でもね、ヤーピーってすごいんですよね。ちゃんとね、大学も卒業していて、で、性格もすごいいいらしいし、そして何がすごいかっていうと、ジャニーズ系のアイドルでね、誰が好きってアンケートで、もうね、どの年齢でも、若い人に聞いてみても、ヤンピーって言うとですね、必ず上位に食い込んでるんですよ。すごいんですよね。
例えばね、若い人に聞いたんで、キムタクとかがね、ベスト10に入ってなくても、ヤンピーはね、かなり上位に入ってるんですよ、必ず。これすごいなって思うんですよね。はい。じゃあ、そして次のニュースですけれども、これね、最近ですね、キムタクの暴露をして、まだそれぐらいですね、話題の粗品なんですけれども、で、今回ですね、当然ね、そうといえばね、当然そうなるだろうって話出てきていて、なんでもこれがですね、木村拓哉っていうと、結構ね、木村拓哉を慕ってる芸能人たち、俳優さんとかね、すごいね、思ってるもね、多いみたいで、こんな感じらしいんですよ。木村は旧ジャニーズ事務所だけでなく、他事務所のタレントからも一目置かれる存在だ。木村を知る芸能マネージャーによると、仕事に関して本当にプロフェッショナル。誰よりも台本を読み込んでくるし、出演者やスタッフへの気配りもすごい。木村さんのいるチームは、木村組と呼ばれ、テレビ業界では若手ディレクターに一度木村組を経験した方がいい、凄さがわかると伝えられている。で、そんなですね、木村拓哉にあそこまでやったんだから、だから粗品ですよ、粗品がね、あそこまでやったんだから、木村拓哉と関係あるタレントから共演 NG が出るとかね、あとですね、子さんのスタッフからも粗品ごときがいじっていい人じゃないとかって怒ってる人がね、多数いるらしいんですよ。で、そういったこともあるんで、粗品これからですね、マイナスに働くことが出てくるんではって、そういったね、記事出てましたね。まあこれね、共演 NG とかはね、あるかもしれませんけれども、ただね、僕ちょっと思うのが、ただね、粗品はね、だったらもうね、そいつよりも売れてやるぐらいに思ってそうですけれどもね、そう思いますよね。あとですね、次の話ですけど、キムタク関係とかだと、こんなニュースありました。これは今回ですね、松潤の対象を発表されたんですけれども、それを受けてですね、木村拓哉もどう考えたって対象した方が CM とか返ってきて得なんだけれども、ただこれがですね、SMAP の独立騒動の時も、一人ですね、裏切って、ジャニーズに残ったと言われている一方、まあ、あとは他にもですね、事務所への恩義を通したと評価する声もあるらしいんですけれども、まあ、多分少しですけれども。で、そういった背景があるんで、今回もですね、自分の都合でスタートを対象なんかすると、もう世間からですね、なんて言われるかわからないんで、だから逆にですね、できないなんて記事も出てましたね。で、これ実際ですね、前回僕が紹介した木村拓哉も対象するんじゃないかってニュースあったんですけど、そこについてたコメントで、まさにそれ書いてる人いたんですよ。自分のことだけ考えて事務所に残ったのに、で、今度はね、自分のことだけ考えて事務所出るなんて許さないみたいなね、そういったコメント、本当に僕見ましたからね、偶然。だからね、確かに本当ちょっとね、やめづらいなって思いました、これはね。そして次はですね、これね、これちょっとね、久々にこれ系来たかっていうニュースだったんですけれども、これがですね、滝沢くんについてなんですけど、過去にですね、そういったことを書いた本が出てるって話なんですよね。で、これね、滝沢くんって言ったらですね、ジャニーさんの後継者中の後継者だったと思うんですけれども、で、ただね、今回の件って言うと、完全にスルーしてるんですけれども、で、ただそんな中ですね、滝沢くん自身もね、実はこれ、えぐい疑惑っていうのが、過去にね、出た本、昔出た本の中に書かれてるみたいで、それがですね、1998年出てる本で、この本なんですよ。なんかね、滝沢秀明、天使と悪魔、世紀末から舞い降りた貴公子、滝沢秀明から愛のすべてがここにいて、そういった本出てるんですよね。で、そのね、この本の中にね、非常にまずいことが書いてあるんですよね。で、かなりエグいんで、かなりソフトに言うと、これがね、これを書いてるね、まあ、著者の人なんですかね、それがね、埼玉県に住んでいた男性みたいで、で、当時ですね、16歳の少年だった時に会ったことを書いていて、自分のね、お兄さんがですね、ジュニアだったみたいで、で、そういったこともあるんで、いろいろね、兄つながりで、なんとこれね、多分これ同い年なんですよね。滝沢くんと友達関係になったと、16歳の時に。だから、滝沢くんも16歳ですよ。で、結構ね、いろんなことして遊んだりしてたんですって。一緒にね、サッカーをしたりとか、テレビゲームしたりとか遊んでたらしいんですよね。で、ある時に、そのね、少年の部屋で遊んでる時に、滝沢くんと、なんかのね、罰ゲームと言われて、まあね、滝沢くんからかなりね、まあ、かなり性的なことをされたって言ってるんですよね。まあそういったことがね、本に書いてあるんだそうなんですよ。で、これについてですね、最近ですね、週刊実話ウェブがね、記事にしてるんですよね、それについて。で、ジャニーさんのことはスルーしても、これはね、自分に対しての疑いだし、もうね、ジャニーズ問題ってことがあったんだから、この件ですね、内容が内容なんで、ちゃんとですね、否定なら否定しないといけないのではって言ってんですよね。で、しかもね、これがなんとね、信憑性が上がるのか下がるのか、ちょっとどっちかわかんないですけども、なんとね、この本のね、著者ではないんですけれども、この本をね、制作してるのが、なんとこれが、こんな感じなんですよ。そう。だから、あのですね、当事者の会の代表だった、元ジャニーズの平本淳也さんなんですよね。その人を作ってるんですよ。そういう本なんですよね。あとなんかね、滝沢くんっていうとですね、ふとあんまりこう、僕的にね、あんまスクープとか覚えてないなと思って検索したらですね、ちょっとね、僕はね、忘れてるだけで、結構滝沢くんはいっぱいありましたね、スクープね。まあ、全部ね、女性とのものでしたけれどもね。はい。そして次はこれもですね、これも先日ですね、週刊実話ウェブの記事出てるんですけれども、最近ね、たまに紹介する、元スマップおかかいの放送作家だった鈴木おさむさんなんですけれども、で、結構ですね、スマップの話をする中で、元スマップのマネージャーで、今ですね、新しい地図の事務所の社長の飯島さんの話もしますよね。
で、それに触れた記事出てたんですよね。ていうかまあね、そこでですね、元フジテレビアナウンサーの長谷川豊さんのブログがね、引用紹介されてたんですよね。で、その部分が興味深いって感じで、まあ、興味深いっていうかね、過激なんですよね。で、何のこと言ってるかっていうと、そのね、長谷川豊さんのブログで書いてあったのが、稲垣吾郎がですね、路駐してたところ、警察にですね、職質されて、で、警察の制止を振り切って、車でですね、逃げてしまったんですよね。それで逮捕されたってやつなんですけれども。で、その時のことをですね、その時フジテレビにいた長谷川豊さんがですね、ブログに書いていて、なんて書いてあるかっていうと、逮捕されてるので、容疑者と一瞬僕たちは呼んだんですね。で、それに激怒したのが、飯島さんっていう女性マネージャーさんで、スマップの担当として、非常に強い力と影響力を持っていた方でした。で、アナウンサーとしてはですね、容疑者と呼ぶしかないってことを、すごいね、飯島さんに説明したそうなんですよ。ただこれがですね、全くね、納得してもらえず、で、さらに、彼女は、スマップのマネージャーとして、だけではなく、香取さんや草薙さんらが出演していた、いいともを通じて、バーニングの須藤さんや、タモリさんの事務所の田辺さんとも親しかったので、そこからも圧力をかけてきて、どうしようもなくなっちゃいました。って言ってんですよね。で、さらには、もうスマップを、スマップスマップに出させないと言ってきたんです。これには参りました。って言ってんですよね。すごいですよね、圧力のかけ方がね。で、まあこれにはね、長谷川さんも、まあ、ジャニーズ問題が起きる前の2018年にもね、ツイッター、ツイートもしててですね、こんな感じ。ジャニーズ事務所から圧力かけられたんです。他の番組のメンバーも全員下ろすぞって、富士出さないぞって、容疑者のイメージ悪いからって、で、局の上層部が触れ上がって、メンバーって言えって強要されたんです。ニュース読みながら恥ずかしくて情けなくて、てんてんてんって言ってますね。まあ、そんなことをですね、元フジテレビのアナウンサーが暴露してるっていうね、そんな感じなんですよ。あと、これもですね、元放送作家の鈴木おさむさんが暴露してたんですけれども、えぐいなって思ったエピソードがあって、これね、スマップはね、被害者の方なんですけれども、これね、鈴木さんが話したのは、スマップのあのですね、生放送謝罪会見の放送があって、そこからですね、1年ぐらいね、スマップスマップは放送されてたんですけれども、ただね、なんだかそのですね、スマップスマップで少人数とかの会議をしても、そこで話した内容っていうのはですね、3日後とかにはスポーツ新聞とかに出たりすることがあったそうで、で、冗談で盗聴器調べようぜってなったら、そしたらなんとこれがですね、調べてみたら、本当にピーってなったらしいんですよ。そう言ってんですよね。まあ、だから、盗聴器がね、出てきたってことなんでしょうね。すごいなっていう。だから、もうね、スタッフたちも含めて、最後の1年間っていうのは、すごいみんながですね、すさんでたって言ってましたね。そんな話も出てました。はい。そして、ついこれ。ちょっとね、個人的にね、面白いなって思ったのが、これがですね、平成ジャンプの伊能くんが、プチ炎上してたんですけど、それがですね、まずこれがですね、ちょっと面白いんで聞いてってほしいんですよ。まずこれがですね、自身が出演するミュージカルのハネムーンインベガスの取材でですね、これ伊能くんがこういうのに答えたんですよ。言ったのがですね、僕もいつかは結婚したいという思いはありますとか、ファンの方々の呪い、点点点、思いがあるので、もう少し幸せにできてからいいなと思いますって言ったんですよ。なんて喋ったんですよ。それでプチ炎上っていうね。というのもですね、今年の2月にですね、結構有名なグラドルと交際が報じられてんですよね。で、そんな中ですね、結婚したいって言ったのと、あとですね、今言ったようにね、ファンの方々の呪いって言葉を使ったんで、まあ、ちょっとね、プチ炎上してるっていうね。で、ネット上ではですね、呪いってすごい言い方だなとか、冗談でも呪いはないでしょうとか、ファンを持ってる発言なのかもしれないけど、ちょっと言い方考えなよとかって言われてるんですよね。でもこれね、こっからね、こっから面白いんですよ。こっから面白かったのが、なんか僕もですね、伊能くんがグレドルと報道されたりとか、あとなんかね、女性関係で結構ね、やらかしてる人みたいなのは知ってたんですけど、ただそのね、具体的に女性関係って僕知らなかったんですよね。これが、僕は思ってるのね、伊能くんね、すごい女性関係なんですよ。これすごいなって、これ面白いんですよ。聞いててほしいんですよね。で、まずこれがですね、伊能くんのね、過去の女性問題ですけれども、まずこれが2016年9月に AV 女優のアスカ・キララさんと写真を撮られていて、で、これね、僕も知ってたんですけれども、たださらに、同じ年の2016年の12月に、さらに、当時 TBS の宇垣美里アナと、あとですね、フジテレビの三上真奈アナと、なんとこれがですね、二股交際が出てんですよ。で、これ、女子アナ二人ともがですね、伊能くんのマンションを訪れてるところを撮られてるんですよ。写真があるんですよ。だもね、この時点でですね、超ビビりましたね。ここまでやると伊能くんですね、伊能くんを尊敬した僕いましたね。だってね、もうそんなにモテるってちょっとびっくりしました、これ。なんか、伊能くんに対するイメージ、ちょっと変わりましたね。だってね、宇垣美里アナと三上真奈アナ、これ、二股交際ですよ。すごいなっていうね。で、さらに、ほんとちょっと面白すぎるのが、こう面白いんですよ。これがですね、今度はね、2022年の3月に、文春法を打たれてんですよね。で、その内容が、コロナ禍で外出自粛中に一般女性とカラオケをして、で、なんとかね、その後ですね、その女性の家にですね、入ろうとするんですけれども、それは断られて、ただね、そのね、断られた後に、また伊能くんですね、また別の女性の家に入ってったっていうね、それを取られてるんですよね。面白いっていうか、もう、すごいなっていうね。
もう最高じゃないですか、これ。もうだから一気に僕ちょっとね、伊能くんが好きになりました。面白いなっていう。なんかすごい突き抜けてますよね。すごいなっていう。いやでもね、めちゃくちゃすごいですよね。再度言いますけど、宇垣美里アナと三上真奈アナと同時交際してるっていうね。で、最近もですね、報じられたグラドルの子っていうのも、ボクシングのですね、リングガールとかもしていて、相当ね、人気のグラドルの子なんですよね。いやだからね、マジですね、伊能系恐るべしって感じですよね。マジだからね、伊能くんへの態度ね、僕ちょっと改めますね、これね。だね、これからもちょっとね、伝説作ってほしいですね。だからもう、手越なき今は、伊能系ですね。すごいなってね。まあでもね、だけにですね、冒頭の、結婚はしたいけれども、ファンの方々の呪い、点々点、思いもあるので、もう、ファンを少し幸せにできてからがいいかなと思います。って言ったっていうね。そう言ったよね。あ、ただこれね、そうは言ってもね、これもちょっと言っておきたいんですけど、伊能くんですね、これ。明治大学入っていて、で、入試はですね、栄養入試なんですけども、ただこれがですね、入ったのがですね、理工学部の建築学科を卒業してるんですよ。ちゃんと卒業してるんですよ。だからおそらくですね、これちゃんとね、理工学部の建築学科だから、これ多分ちゃんとですね、勉強してないと卒業できないんじゃないかと思うんですよね。だから多分ね、仕事しながら理工学部建築学科を卒業ってあるんで、結構ね、頑張ったと思うんですよね。そう思いました、これ。だね、仕事も勉強もして、それでかなりね、色を好むですから、すごいいいんじゃないかと思いました、これね。はい。そして、これ最後です、最後。最後やっぱりですね、ジャニーズが変わったってニュース紹介して終わるんですけれども、それが何でもですね、これもちょっとね、炎上案件なんですけれども、これが5月20日にあったですね、バラエティ番組のジョンソンなんですよ。で、そのね、番組内であった企画で、エクストリームスポーツマンナンバーワン決定戦って企画だったみたいで、だからね、芸能人がね、スポーツマンを競うみたいな感じなんですよね。で、そこに、ジャニーズからですね、まあ、スタートからですね、結構人が出ていて、ちょっと僕はですね、誰を出したのかなと思って気になったんですけど、それはですね、ストーンズからは、ジェシー、田中樹、コーチ融合。で、なにわ男子からは、高橋恭平。そして、トラビスジャパンから、中村海人、松倉海人。で、ジュニアの、ハイハイジェッツからは、井上瑞稀、猪狩蒼弥が出てるんですよね。で、この番組ですね、なぜかその競技の中に、680キロの軽トロを、鼻フックで引っ張るって競技があったらしいんですよ。鼻フックって競技があったらしいんですよね。で、この競技にですね、スタートのタレントが挑んで、援助するっていうね。まあだからね、ファンの人からですね、鼻が歪んだらどうしてくれんの、全然笑えない、嫌がらせ企画やめろとか、あとですね、ほんと頑張ったけど、見てて辛かった、二度と鼻フック企画通さないでほしいとかってね、そんな声出たっていうね。あとね、この競技に出たのがですね、ストーンズの3人と、トラビスジャパンの中村くんだったんで、で、ストーンズがね、この中で一番先輩だったんで、先輩が勝てれて偉いって声があったりとか、そんな感じなんですよね。で、もうね、番組内でもね、かまいたちの山内が、このね、鼻フックをですね、スタートのタレントがすることが、なんかすごいってことで、でですね、山内こう言ったんですよ。本当に事務所変わったね。昔そんなん絶対ダメだったよね、って言うんですよね。で、そしたらね、本当にそうだったみたいで、なんとこれがですね、中の人である、ストーンズの田中樹が、俺らが一番びっくりしてるって言ったっていうね。あ、これね、田中樹くんですけれども、あのね、元カトゥーンの田中聖の弟さんなんですよね。で、田中聖今です。多分ね、刑務所入ってんですよね。そんな感じですね。はい、ということで、今日はですね、こんなところでございます。バイバイ。もうね、鼻フックすると炎上するってね、すごいなっていうね。面白いですよね。